Good morning, everyone. Good morning. Today we have a very special guest, Ichimura Shoji Sensei. This month, he will be 88 years old. Ichimura Sensei is a very treasured scientist, we should say. He's from a time after the Meiji period, just 60 years when Japan has been trying to catch up to the West technologically and otherwise. Now, in just 60 years, there have been such scientists as Nanoka Hantaro, and such a scientist as he has given birth to a student who we know as Yukawa Hideki. At that time, basic science, basic physics and chemistry was on the frontier. We were beginning to learn about the various new phenomena in science. And Ichimura Sensei was in that era, a very exciting time. Many scientists have people in their background who have helped them to learn in a very spectacular way. And for Ichimura Sensei, his influential teachers were Eugene Rabinovich and Robert Emerson. And Robert Emerson is the grandson of the brother of the famous Ralph Waldo Emerson, who is a poet in the United States. Now, both of these scientists were very important in the developing stages of the understanding of photosynthesis. And if you understand photosynthesis, the way nature processes the energy of light, human beings can do the same as with solar energy. Now, Ichimura Sensei now has founded his own company, which is called Fireac International. And there he is developing various electrical engineering products, including self-recharging batteries. And he has also produced self-cleaning tiles, which are on many buildings. But rather than me continue to speak, I will leave the chair to Ichimura Sensei now.原子爆弾の反対の暗号主会議で
飛行機はですね、飛行場に並べるんですよ。わざわざ新聞紙に写ったんでしょ。紙飛行機ですよ。それを大きなものを作ってね、それを空場に並べてですね、また自分はこれだけ飛行機を持ってるよということを言おうとした。外で向こうの、カメラが飛行機で、まず見えに関西に来て。
boom, and it turns it, and then, やるって言っちゃって、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 やるって言
学生は必要だって学校に学生は徴兵免許だったんですね。だけど私たち同級生ではですね、文学部とか法学部とか経済学部行ったとか大学行ってそういうとこ行った人間はですね、みんな学徒動員で取られてしまったんです。それで戦地を送り込まれたんですよ。みんな優秀ですよ。 芸大学校とかね、法学部、人間は私も本当に不思議だった。そういう優秀な学生が学徒動員っていうのでね、明治神宮で天皇陛下に参って、また戦地行きました。学生、あんた、そんなに学生。その学生が明治神宮から出発していったんで、大奥の人たちが亡くなりました。それから特攻隊となりました。特攻隊となりました。 飛行機に乗って、次の、文官に、飛行機のと、自分も立つ、自分も入ったままで、作ってもらう。そういうことをやって、終戦を迎えたんです。この、何をね、していかなくていかんとですね。どんなに、あの、理屈を言っても、戦争っていうのはね、今まで友達だった、今まで手を握り合ってた。 まで正しく話をしてた相手が、ね、相手が敵なんだわけですよ。自分も相手から見た敵なんだわけですよ、ね。そういう戦争はどんな理由を伝えても正義がないんです。いわゆる新素材って、古い体じゃなくて新素材のものとして代表的なものをこう書いてある。で 一貫させて経過、鉄発電素子、これは加熱すると電気を発生するテストケースのカウント、テストケースを。いろいろありますね。加熱すると発電する。いわゆる熱電、JBEC効果と言いますね。 エネルギーを電気に変えて、そして回路を回す。そういう材料がないんです。電子工業と作ったんですよね。これはセンサーね、サーミスターっていうセンサーを作ったんですよね。で、それはあの超音波変更をして、現在はバイダックみたいな、 会社なんですけど、現在は、シリコン二電池。皆さん初めて聞くだろうと思います。シリコン二電池とかね、あるいはナトリウム電池とかがありますね。そういった、二電池の、シリコンを使って、シリコンを、正極、まあ、使った二電池を開発。これは世界で初めてなんです。まずないんですね、シリコン二電池。 それが特許を4つ持ってます。その特許の技術を実用化したい。まず電池検証を確認して、そうすると1個を作るのに電池を1個作るのに真空状態を作るわけですね。2週間ぐらいかかっちゃう。量産化を考えない。量産化が一番いい方法はねえかったら、印刷を。印刷でまあ電池を作る。 だから、いわゆる、印刷王と基礎法ではですね、全然、印刷王というのはどうしてもバインダーがいる。基礎法というのは、人種空状態によって、スパターフォンスとかね、純粋な原料だって、やられてる。だけど、印刷王というのは必ずバインダーがいるんですよ。で、また、電気の、材料はですね、全部ビフマンって、非常に超ビフマンにして、それを、
마인더인데 베이스도 그냥 빈트 있을 때 도료 조금만 있대. 도료 있었을 때 인사수로 속도대로 그래서 마인더가 대신하는데 고수의 지가 오만했어. 또 고수의 지수는 대전 사이즈 냉기는 냉격수는 대전 사이즈 다행이지. 그런데 혼도가 계획만 들어오면 있지 냉기 냉기는 과속을 많이 했어. 그러니까 그런 문제를 이마 도쿄로 결과에 라이다 했잖아. 관절만 다쳐줄지 이해나이 되어도 알고 있었고 수고하셨지만 소유도 무인지 군대주 사람이 군대주 나가 먹는 사람이 죽을때 해야지 뭐야지 그래서 냉지 어떻게 했지 나 냉지 소화하지 냉지 새끼 제가 냉지 새끼 했지 냉지 새끼 했지 소설에 막 저출소로 반대지와 목숨이 안 하는데 이 훈련 데스가 네 아 지금 된지 아시네 이한 단된지가 네 아싸가 어떤 무슨 나이지 소리냐 소리로 남매가 가산 군대지를 쳤대 군대지를 뭐 놓고 나 헬드스가 저러든지 무슨 자리가 소설이네 단도 아이들은 답변하지 그런 지도자에 들어온다 또 게이트에 들어온다 또 全部違いますから自動車の場合はちょっと多くなるんですけど携帯だったらね全部電力がそう多くないですからねそういったものを設計電池設計設計ってことで私たちは勝利ができるぞ私はそう皆さん自分は一人でやってるんじゃないんだ自分の後ろにはねじゃ自分よりも10倍の努力をしても100倍の努力をしても多くなるそれによって自分は立ってる自分は立ってんだそういうことを、まあ、特に僕たちは科学者、技術者なんですね、うん、そういった人間に育てされてその人間が出会うっていうのはですねその確率はどういうやつなんですか人間と人間面積を抱えない人間と人間が出会う今地球人口は60億で、ね、60億分のうち人が出会うということは顔を見合ってですね同じ空気を吸ってですね同じ時間を共有してねその時は出会うんですよそういう確率は本当はゼロに近いんですゼロにねだからあなたたちが大事にしてほしいことはね自分の友達を大事にするまた人と人の出会いのことをするね価値非常に大きな価値があるそれを今後ね、なんたの人生の中でね、聞かせてもらいたいと思っています。市村先生と話していると、彼が言ったあること、科学者としていろんな研究はするんですけれども、いろんな化学反応があって、それで、reversible と non-reversible reaction というのがあるんだと言ってました。reversible というのは、ある方向へ行った反応はまた戻れる、元に戻れる。しかし、ある方向へ行ったらそれは戻れ、もうできない。例えば、放射能の分裂。それは大きい元素から小さいのに分裂していくんですけれども、それは小さいのからまた大きいのは戻っていかないんです。いや、リバーシブルと、リバーシブルで。循環するんですよ。で、そうじゃなくて、一方向にしか出ないとあるんですね。で、そういった、あれですね。で、一番の問題は、私は広島も入ったんですよ。私も広島に出征直後に行ったんで、これは軍の命令ですよ。いわゆる研究会、高校の学生だったから。で、その人たちもあったときに、ねまあ、人間はね、やる、開けてならないというのに、蓋を開けてしまったなと思いました。スーツバッター事件がアメリカにいたんですよ。で、その時の、いや、まあ、記録をずっと見てるには、まあ、ラーメンカツが書いてますけどね、結局、一瞬にして、
비키니 간주를 시방에서도 시방 안에 시방은 모여 갔다 계셨다 갔지. 근데 아메리카와 브라스 다 해놨다고 건담으로 그래서 도로만 날뛰는 거네. 야래도 있지. 저거는 수수박을 쳐다 지금. 나 처음 그래 맞다 간수했을 때 문제 나니까 그래서 갔을 때 문제 나니까 그거 뭐 직계상 비키니 간수 시방은 사주 되는 거. 저 시바가 충도지 모양같다 그러네. 나빠졌어. 맞다. 충도 한 번도 세바가. 혹시 그러자 간세다가서 근데 저 그걸 좋든 뭘 이야기하는데 냐꼬 세바가 아닌데 냐꼬가 아따네. 지구가 간대로 하라에서 그렇게 그렇다. 지구대죠. 지구대대요. 이스마라 선생님 うちの授業に かなり立派な生徒たちがいるから それである方のこの間皆様がプレゼンをやって その論文の一つを内村先生に送って 2人ともとても感激してました それで内村先生が私は七夕の日に来ます彦星先生として行きます で今二人のネクタイを握ると天の川が現れるのではないかと。でも私にとってとても感謝してます。ありがとうございました。またの機会を。